愛知環状鉄道株式会社は愛知県に本社を置く同県などが出資する第三セクター方式の鉄道事業者である。東海旅客鉄道の特定地方交通線を転換した岡田線と日本鉄道建設公団の建設線からなる鉄道路線愛知環状鉄道線を運営している。略称で愛環とも呼ばれる。 愛観線の沿線には、トヨタ自動車本社と、工場群があり、通勤路線の一つとなっている。また、周辺は、高等学校なども多く、その通学路線でもある。2005年3月25日から9月25日まで、開催された2005年日本国際博覧会に際し、愛観線は既存の通常鉄道では、会場から最も資金を通過する路線であった。 それに伴い、2004年10月10日から2005年9月30日まで、万博会場に最も近いクサ駅を万博クサ駅に改称し、そこから日本初である、不常式リニアモーターカーの愛知高速、交通等部給料線やシャトルバスに接続を取ることで、万博会場への輸送に強された。なお、計画当初は線路を会場付近まで伸ばす計画が、 あったが、中止になっている。万博開催に向け、国鉄時代から確保されていた用地を用いそれまで単線であった、線路を一部複線化したほか、JR 中央本線と接続する高蔵寺駅で、JR 線と線路を接続し、名古屋駅からの直通列車、エキスポシャトルを、毎時3往復設定した。また、普通列車も、毎時3往復を4両編成で運転した。 愛知万博終了後の2005年10月1日以降は、万博薬座駅が元の薬座駅に戻されたほか、車両は100系がすべて廃車され、2000系に統一された。一方、JR との直通運転は、万博終了後も実施され、2014年3月15日改正時点では、朝夕の通勤、通学時間帯に名古屋駅、 瀬戸口駅間に6本の列車が直通運転している。高蔵寺駅とは逆端に当たる岡崎駅でも JR と接続しているが、両車間の乗り入れを行う列車は設定されていない。また、2004年には万博輸送準備の一環として線路を増設し、岡崎駅付近の一部区間で JR と共用していた走行経路をそれぞれ独立させた。 なお、六名駅からの線路増設は、東海道本線に沿って、地区定を増成した。開業時より電化されているためすべて電車で運行されている。全員車両とも、ワンマン運転には対応しない。長らく第三セクター鉄道としては、比較的珍しく黒字経営が続いていたが、2006年度決算では、単年度約3億2309万円の赤字。 前期準利益から相殺した繰越し損失額は2億1562万円となり赤字に転落した。ただ、同年度の利用者は1166万人と前年度に比べて増加していたが、愛知環状鉄道では減価償却費の増加が赤字決算の原因としていた。ちなみに、2012年度においては2660万円の経常損失となったが、 補助金等の支援で約2100万円の利益を計上した。2018年度は当基準利益を2億6900万円としているが、特別利益として補助金が5億4700万円あり、実質的には赤字である。大人普通旅客運賃。JR 線から愛関線の各駅を利用する場合、IC 乗車カードの利用が不可能な状態が長年と、 続いていたが、2019年3月2日より、遠いかおよび、全国交通系 IC カードが利用可能になった。遠いかおよび、遠いか定期券の販売、時期定期券から、遠いか定期券への変更も合わせて、同日より開始された。なお、名鉄やリニもトヨタオイデン、バスなどのマニカ事業者との連絡定期券は引き続き、発売されない。 駅員のいない無人駅でも自動券売機があれば最低金額500円からチャージ可能となっている。駅員時間配置駅の場合の不在時間帯は IC 乗車カードへのチャージができないので事前にチャージしておくよう協力を呼びかけている。愛知環状鉄道線を経由して JR 東海道本線浜松刈谷の各駅と JR 中央本線、江名勝川の各駅相互間を乗車する場合、通過連絡運輸が適用され、前後の JR 線の営業キロが通算される。なお、遠いかの SF 利用についてはそもそも、岡崎駅での連絡運輸が設定されていないため、当然通過連絡運輸も存在しない。鉄道会社としては珍しく、パソコン用の列車台や作成などの運輸運転業務、 支援ソフトウェア、アイカン X5 を各種発売していたが、後に販売が中止されている。発売中止直前時点で、アイカン X5 は1号から6号まで発売されていた。ありがとうございます。